はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日はババーン、新商品のご紹介でございます。こちらね、高校野球連盟商品、何がキャメルカラーの公式グラブでございます。思い起こすと15、6年前キャメルあったと思うんだけど、改めて最近ないから、あの公認を申請したんだろうね、うん、ニューカラー先行発売ということで、外野手用 CK4、 内野手用 B88 がもちろん国内ですよ、50セット限定で発売されております。上代が53,000円でございますが、入荷してきましたので、そちらの方のご紹介、今日は内野手用 CK4、 こちらをお見せしたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ出していきますね。じゃじゃんじゃじゃん、おー、久々にこの定番のキャメルね。オーダーでは結構当店作っていただいてるんですけど、公式用内野手用 GHXFPRCK4 ゴールドキャメルのカラーでございますね。じゃじゃーん、じゃん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 、かっこいい。高校野球のカラーの中では昨今見なかったカラーなんで、前あったんですけどね、ライニング赤だよ。はい、じゃあ早速見ていきましょうか。まず CK4 の説明からしていきます。以前からの動画で CK4 とか N62 とか K42 とか説明してたんですけど、CK4 どんなグラブですかね。サイズが11 1/2インチでございます。まあ日本でいうとサードぐらいになるのかな、まあ向こうでいうと、あの MLB でいうと標準内野手型、セカンドショートも使うサイズですけれども、まあサイズでポジション、まあある程度決まってきますけどね、大きめが好き小さめが好きがありますから、どこということはございません。内野手用でございます。しっかりと掴む力をダイレクトにグラブに伝える内野手用ということで、しっかり掴むタイプですね。フォルム、シェイプ見ていただくと分かるように、縦に使えるようになっております。ボールをポケット、深いポケットでしっかり掴む。それから、ポケット、とセンターが上部下から人差し指下にあるため、強い打球、弱い打球にもしっかり対応できるということで、そういった謳い文句でございますが、このあたりにポケットセンターございまして、ボールをしっかり捕まえますよというふうなね、ことでいいかと思いますね。はい。こちらのカラー、キャメルが新発売。50個限定ですよということですね。まあ、黒オレンジとはもう先行でね、普通にあの CK4 の方あるんですけど、キャメルですよ、キャメル。じゃあ順番に行きましょうか。プロプリファードのキャメル、定評のあるね、オーダーではよく使われるうちでは、キャメルのレザーなんですけど、はい、ここに品番入っておりますね。GHXFPRCK4。11 1/2インチでございます。はい、プログレードハンドクラフテッドキップレザーですね。でこの真ん中にドーンね、プロプリファードの美しい焼き印でございます。どうですかこの革、いいんじゃないですか。はい。で、CK4 の説明は、しましたね。
深めのポケットでございます。縦閉じで、ヒールは純巻きでダブルパームレースで、レースはねブラック、綺麗なキャメルとのコントラストで、ございますね。親指側ね、ループは3本掛けのロングサムループになっております。で、ウェブはモディファイドシングルポスト、定評あるシングルポストで、こちらボールの縫い目をかたどった、最近ねあのトレンドですけども、シングルポストでございます。ヌイートカラーはレッドですね、これね。このラベルに映えるレッドが入っております。でライニングもこじゃれた感じのレッドでございますね。友川レッドを使用しているそうでございます。ラベルはもちろんホワイトレッド、レッドホワイトの規格内のサイズでございます。ジャパンサイズですね。で背面、ガセットはございませんね。それからハミは切りハミホワイト、頑丈な切りハミスプリットウェルティングでございます。バインディング、こちらもキャメルですね。キャメル、ブラック、レッドのコントラストがいいかと思いますね。小指側、焼き印でザ・ゴールドグラブカンパニー、ゴールドグラブの会社ですよということですね。はい。そんなところですか。どうですか。いい顔してますよね。ちょっとじゃあ失礼して中の方を確認させていただきますね。ムートン、ムートンしっかりしたホワイトでございますね。はい。お、指掛けもこれ赤ですね。なんかね。これは小指2本入れて入らないですね。普通に、使うタイプでございます。しっかりしてます。ほら、この革の、頑丈だ。いい感じです。で、指入れは日本人向けの指入れになってます。やっぱりね。ややタイトでございます。指あたりもしっかり処理されてるし、で、指のところはブラックですけれども、ソフトレザーが使われておりますね。はい。いい感じ。鳴らしてみたいですね。はい。ということで、ニューカラー先行販売のお話でした。50セット限定。また次回は外野仕様の B88、まあ、若干小ぶりな外野仕様ということで、トラッペーズのモデルを紹介しようと思いますけれども、今日はこちら。モディファイシングルポストの CK4。今回のこの先行販売の、これ RGGC 限定ですからね。はい。先行販売のグラブは、このキャメルカラーが売りでございます。高校野球連盟に承認されてますというふうなことですね。はい、どうでしたか。キャメルカラー2020年新商品第1弾ですね。まあ、キャメルのカラーというのは美しいカラーで、この革は扱い込めば扱い込むほどね、この、ボールを取るところが濃くなって味が出る革、まあ、ちょっと手入れには手間がかかると思いますけれども、非常におすすめできるレザーだと私は思うわけでございます。しかもキップレザープロプリファードのシリーズでございます。内野手用 CK4、 明日は多分外野手用を紹介できると思います。 RGGC。 それでは皆さん、さようなら。